はい、ロンロンはソーチャンネルへようこそ。ソーシャイニーのロンロンです。先日ですね、干したのが乾きました。であとは、もうこれを折りたたんで、しまっていきます。今日はそこまでやりたいと思います。でね、あと一応って見てもらいますけども、だいぶシワも取れて、変なシワがね、折りじわはもうどうしようもないので、折ってある繊維を折るシワはどうしようもないので、こういうシワらしいので確認しました。それも聞いたら、それはアイロンかけずにこういうシワを楽しんでもらうものなので、朝 100% で、こういうシワを楽しんでもらうものなので、そのまま、着ていただければっていうふうに回答が来ましたので、これはもうこのまま畳んでしまいたいと思います。じゃあ行きます。はい、大きいものを広げまーす。よいしょ。よいしょ、よいしょ。こっちが折ってくるんで、後で。ちょっとね、ブルーで見にくいんですけども、頑張ってみてください。はい、こんな感じですね。で、まあ手でね、さっと、シワ伸ばしというか、まあ変な間が入ってないこと。これ真ん中になりますんで。はい、こんな感じですかね。ここがちょうど縫い目のところになりますんで、ここで折り曲げます。で、ここも縫い目ですね。この縫い目のところで折り曲げていきます。はい、これ縫い目の裏がちょうどここに出る感じですかね。はい、で、ここが襟になりますので、反対側の襟をここの襟に合わせます。まあ大体ですよ。綺麗に合わない可能性が高いんで。で、ここですね。ここがちょうどさっきの反対側の、縫い目のところになりますんで、ここを基準に合わせておきます。なんで、ここを合わせるというよりも、どちらかというと今私はここをのラインを取りに行きます。ここがね、変なところに線が入っちゃうと後でかっこ悪いので、縫ったところで、綺麗に線が入るように、線が入るというか、まあ、折れるようにしていきたいと思ってます。はい、そうするとね、多少ここずれるんですよ、実は。はい、ずれるんですけど、まあここはいいです。深く考えません。こんな感じでなんとなくこう寄せてくると、なんとなく合ってくるじゃないですか。はい、こんな感じでいいです。はい、そしたらですね、今度ここの線で折っていきます。向こう側の袖をですね、入れてきて、で、このラインですね、ちょっと綺麗に折れます。簡単に折れるね、ここだったら。要は生地の途中で折ろうとすると、ポコって膨らんじゃいますけど、ちょうどこの縫い代のところで折る分には綺麗に折れてきます。で、首のところも綺麗に W の字というか V の字というかね、ちゃんと折れますんで、これで完了です。で、これを下から持ってきて、半分で折ります。で、入れた袖をこっちに戻します。はい、まあこれ手でね、ちょっとこれやりながらで、反対を向けます。そうすると袖がまた残って、こういう形になります。はい、これでもう折り自体は完了です。で、こういうですね、紙の、着物入れるものがありますので、名前忘れちゃいましたけども。はい。これに、入れていきます。はい、こんな感じですね。で、これ入れるときにね、ちゃんと入れないと、ここでシワになっちゃいますんで、そういう気をつけてください。案外、ここでシワになるケース多いです。私、2、3度やったんですけど、
シワがここで発生しました。で、出っ張ってるところは折り曲げて、中に折り曲げてっちゃいいんで、はい、でこれ骨出ちゃってるんで、これもここで曲げちゃいましょう。ここにね、ちょうど縫い線がある、縫い目があるんで、この辺でポコッと曲がっていきますんで、で、長手を締めて、よいしょ、ちょっと結びして、はい、でもうこっちを締めます。これ紙なんでね、あの湿気とかも、あの、なんですか、自然に対応できるようになってるんだと思います。なんで、あの、虫もつきにくいですしね、防虫効果もあるらしいので、はい、これで完了になります。これであとはもうしまっていくだけですね。で、しまうところは、よいしょ、こういうね、紐の用なのかな、よくわかんないんですけど、こうやってにこうやって入れて、これで、これです。これですね、実店舗で売ってなかったんですけど、コーナンっていうホームセンターありますね、あれの系列のネット販売で売ってました。結構大きいサイズです。95だったかな、95の60ぐらいのサイズなんで、あの男物の大きい着物でもしっかり入りますんで、まあ、これ薄いしいいなと思ってこれを使ってます。皆さんももしよければ、あのこれ私一切お金もらってませんので、いつも通りあの自由なんで、ただ私自分で使ってこれいいなと思ったんでご紹介しました。はい、いかがだったでしょうか。今日はまあ簡単にね、あの畳んで、折ってですね、でしまって、またしまうケースもね、ちょっとご紹介させてもらいましたので、でもしよかったらこういうのも使ってみてください。やっぱりあのその辺もままね、なんかタンスとかあればいいんですけど、うちそんな広くないんでタンスとか置けないんで、ああいうものあると置物こうシワになったりしにくいのでいいかなと思いますので、はい、また活用してください。まあ、今日のところはこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ、いいなと思えば、いいねボタン、チャンネル登録、フォローお願いしたいと思います。またね、いろいろ見せていきますけども、リクエストあればどんどんいただければ、それに対応して、やっていきたいと思いますんでお願いします。じゃあまたね、バイバイ。